分かりにくいっていうのもあるんですけど、仕上がりが悪すぎます。タカさんお願いします。おっと、いきなり三間飛車。飛車上がるタイプ、角でした。よいしょ。よいしょ。よいしょ。やっぱ自分もな、この喋りの方が、しっくりくるんだよな。よいしょ。いや、あの声にしてからね、声がいいねって言われたことないんですよね。なんか前はね、比較的ね、褒めていただけたりとかもあったんですけど、あの声にしてからね、全く褒められなくなって。石田流かな？転生して声がいいことってあるんですか？どうなんですかね。自分の場合は、そんなに、あまり、微妙だったかもしれないですね。なかなかね、声に集中すると将棋集中できないし、将棋に集中すると声おろそかになるし、難しいとこでしたね。私なんか大津の4級だけになったから3級足す。じゃあ24やりましょう。 24だったらパソコンでやれば、指し放題ですよ。8中1道場もさせますね。クエストなんかバグって消滅、地獄だなぁ、それは。あの声はいかれか。ね、ちょっと声ね、微妙だった。指す手が難しい。まあ、なんか5筋一歩交換もありだな。いや、どうだろう。クエストはアカウント作り、確かに、確かに。アナグマ。まあ、アナグマ来るのもありっちゃありか。刺してないしね、アナグマ。ぐらいしか。でも相手にどんどん後傾に組まれてるっていうのがすごい嫌だな。よいしょ。いや、これ良くないか？同歩かな？いや、飛車打たれてどうなのって感じか。クエスト6段ってえぐいですよね。これはちょっとやばいかも。あ！嘘だろ。助かった。 角でたやんでしたね。6段の消えるのはエグすぎます。ということで、まあ窮地を脱したっていうわけでもないなっていう感じですけどね。まあまあまあ多少は。 先ほどのよりは多少はいいんですけど、指し手がない。嬉野流研究チャンネルさん、こんばんは。と言っても本当に指し手がないな。
別にね、相手の方は成り系で攻めてくればいいかなって感じなので、攻めはあるんですけど、なんかどんどん寄るだけで、圧迫感があって、こんくらいしかないな。そうですね、村人さんですね。自分のライブに来てくださるのは珍しい気がします。アキートさんとこでよく見かけるような気がします。うーん、ちょっとこれは やっちゃってるな。撮らせてる間に何かやろう。葵さんのコメント欄。葵さんってあの葵さんか。なんか最近始められたと聞きました。あれ、自分もしかして登録してないのかな？よくわかんないな。なんか最近 ちょっとそこら辺わかんないぞ。あ、そうなんですか？こうかな。よいしょ。ちょっとわかんないですね。いや、なんで一応ついたのかっていうの微妙だな。フラムさん、間違って、いや、フラムさんじゃないですね。まあ、確かに、確かに。嬉しいの。竜っていうとこだけで言うと、確かに、まあ、フラムさんかなって思うかもしれない。いやー、ちょっとこれは、負けそう ブロック案件多数よく そうなんですか 個人的には 良かったですね あ、仕事お疲れ様です。でもね、なんか VTuber さんのチャット欄って、まあ、将棋系の方って大体ね、比較的どこの VTuber さんのチャット欄にも、まあなんかね、いらっしゃるんですけど、僕のチャット欄だけ見ると、絶対 VTuber さんのチャット欄じゃないなって感じですよね。将棋系実況者のチャット欄な気がしますよね なんか、将棋系の VTuber さんのチャット欄って、なんかメンバーが、まあ、比較的違うメンバーがいるかなって感じですけど、僕のチャット欄は比較的将棋実況者みたいなチャット欄かなって思いますね。いやー、これは行くしかないかもしれない。そうでもしないとちょっと勝てない。香打っても桂打たれるんですよね。やだなー。ああ。まあなんか、遅い時間が多いのかな。比較的そんな気もするような。ねえ、なんか、チャット欄の、
メンバーが大体固定されてるんですよ。将棋系 VTuber さんの、チャットの方って結構いろいろね、同じ方がやっぱ将棋系 V を応援してるっていう方。自分はなんか将棋系 V っていう感じでもない ないのかな、なんかね。そういう面で見ると、将棋実況者のチャット欄みたいな、気がしますね。それは、V 行かない。あやさんは見てるんだ。VTuber の中の人、まあ確かに大変ですよね。自分はなんか、そういう感じでもないから、あれだけど。なんかね、結構大変そうだなっていうのは。自分のね、この声とかそもそも知られてる。ああ、そうだね。そういうことは言っちゃいけないんですよね。あ、そこら辺含めてでちょっと難しいところなんですよね。もう自分の場合はなんかそう言っちゃってもね、なんか別にいいですけど、人によってはね、言っちゃいけない方もいらっしゃいますもんね。パソコン買ったら24なんか作ります。今、ああ、なるほど。そうですね。山内アカウント。ああ、そうですね。まあ、なんかね、一曲させれば、また話は違いますもんね。いやー、負けそう。勝てる気がしないよ。いや、結構粘ってはいるとは思うんですけど。そうですね。あまりね、そういうことはね、あれなんですよね。クラッシュ? クラッシュ仮面?クラッシュ仮面って何? クルーさんのこと?待てよ、全然クラッシュ仮面の意味がわかんない。難しいな、これ。クラッシュ仮面? え、そんなものあるんですか? 知らなーい。いや、なんかほっとくとね、とっとってらってで。出られるから嫌なんだけど、指し手が分かんない。同玉で取るしかなくて、あれ?同銀はようやく竜が動き出す。もしかしたら、逆ったか。息子はスクワートやで。全然わかんない。ニモのクラッシュが劇場で相手をする体験し、へぇー。ディズニー。行かないから全然わからないな。クラッ
クラッシュ。へえ。ニモの、先生が亀でしたっけ？あ、違う、先生は、あれか。マンタイ見たやつですよね。マンタイ？ポケモンか、マンタイは。え？ あ、なんか、エイか。エイみたいな。マンタか。マンタ。マンタみたいなね。感じか。亀さん。ニモは知ってます。ニモは知ってます。落ちます。お疲れ様です。攻めがわかんないな。月。ディズニーランドは一度しか行ったことない。この引き。自分も一度しか行ったことない。そうなんです。なるほど。よいしょ。これは詰んだか。ありがとうございました。はい、後でね、クラッシュ仮面さん見てみます。はい、ありがとうございました。落ちちゃった。なんで 落ちね、何度も言ってるけど、ディズニー落ちに。何度言ってるディズニー墓地へ行くの分かる。ディズニー、ちょっとね。ディズニー、すごいな。ディズニーランドはね、ちょっと何度断ったかっていう感じですけど。乗り物系そんな乗らないんでね。めちゃくちゃ断った気がする。あそこから逆りました。ちょっとなんか まあ局面がね、複雑になってったのかな。少しはね、なんか複雑にできたので、ちょっと逆ることができました。グラフねー。解析権がないねー。解析権がないよ。チワと友達はドタ、うわぁ、それは辛い。ドタキャン辛いっすよね。解析権が一枚もない。でも、ここら辺でも作戦負けしてるような気がしますよね。どこかでこちらからなんか仕掛けとかしないとダメだったんですか？ちょっと石田流ちょっとよくわかんないんですけど、石田流にどう攻めるのがいいんだろうか。ですよねー。友人、あかん。ここら辺本当にちょっとよくわかんなくて。いや、これ、同飛って取っちゃダメで、同飛って取ったからこそ、本当に局面を悪くして。まあ、なんか少しね、ジャブでも打たない限り、ちょっと局面がほぐれない。千葉イコール ディズニー。なるほど、なるほど。確かに、確かに。ソニックさん買ってくださるんですか？解析権。あれ、解析権買ってく。解析権買ってくださる。でも、もったいない気がしますけどね、解析権買うのって。なんか、ちょっと他に、メダカに使うな、解析権だったら 解析権あるんだったらメダカに使うんだけど。じゃあ、あれで見ますか。ソフトで見ましょうか。そっちの方が、いいですよね。150円、嘘。すご。
ちょっと将棋ソフトで見ますか。あ、いい感じになってる。よいしょ。コントロール。あ、自分がこれだとコメント見えないんですけど。携帯で見っか、コメントは。あ、自分でやん、まあそうですよね。あれ？コピーできてない？ああ、間違った。当時は携帯電話もなってなかったからな。なるほど。岐阜解析を、あ、間違った。やべやべやべや。24時間もソフトに読み合ってたら、やばい。1秒、上でいっか。1秒で棋譜解析させたら、ソニックさん想像しましたね。94年がラストってすごいな。ちっちゃい頃にちょっとしかね、ってないかな。でもソフトってこんなにね、振り飛車嫌なんだ。マイナス300ぐらい言ってましたね、序盤。あれ、なんかチャンスあったんですかね、こっちに。飯ためのかみさん激 ぜひぜひ、ちゃんとご飯食べて。あ、まあまあ、結構なせど。お、で、1秒で。うわー、すごいグラフだな。これ見えてますかね？ああ、違うの動かしちゃった。やっちゃった。あれ、また違うの動かしちゃったよ。やだ。こんな感じ？グラフこんな感じですね。ソフト1秒で4枚打ちして、ドガイさんで勝てないのか。じゃあ自分絶対勝てないな。ソフトの三間飛車の点数低い。なるほど。アルプス300。実際そう。5三成桂がもったいなかった。どこだ。あー、なんかここら辺ですよね。なんか。てか、そもそも、何ミスした？そんなに3三角怒られるんだ。6四歩にしろって言われて、その三角嫌なの。で、この手に対して、あ、4五歩すぐ仕掛けていいんだ。4五歩で、同歩は、6六角出る手があるのでってことですね。すぐ仕掛けてよかったと。で、飛車浮いた手、何してるんだと。穴熊に戻るんじゃなくて戻れよって言ってますね。いやー。まず同飛車は良くないですね。同歩。あ、で、同銀なんですか。まあ、なんか飛車当たるからってのはわかるんだけど、銀こっちにそっぽ向いて使えなくなるの嫌だなと思ってましたね。
まず、郷さん成研とかが分かってないな。なんとなく、なんか位置は分かるけど、これか。郷さん成系がもったいなかったな。7九歩。7九歩？7九歩。7九歩。うん。なんかここら辺で一気に変わってますけど、遊ぶ、取られる、だからな。ああ、そっか。まあ、そっか、そっか。まあ、結局、取られるよりは遊んでた方がいいっていうことですか。まあ、確かにそうですね。これは地獄ですよね。同角と取られたら、もう死んでましたよね。本当に。で、まあ、取ってってで、ここで、5、6歩取り込めって感じですね。なるほど。ああ、そっか、角が効いてるん。あ、確かに7九歩ぐらいでよかったですね。さっきの、5三成桂あたり。どこだ？ここか？そうですね。7九歩あたりで全くもう竜が使えなくなるんで、お休みさせれば、よかったですね。ここも、4八歩。へぇ。4八歩、ああ、大きいですね。4八歩で、まあ、同角、まあ、同金は、まあ、ちょっとないですけど、後ろから銀打たれて、なんかすぐ進みそうな感じなんで、あれなんですけど、同角と取っても、王様の逃げ道が狭まるので、この4八歩は、ちょっと覚えておきたい手ですね。で、この逃げに対して、こう取った手が好手だったと。いやー、ありがたい。で、同銀取った手に、で、これ、竜で取るって言って悪手なの。いや、でも4九竜って書いてある。4九竜、さすがに悪手はない。5六歩が良くなかった。あ、2五歩良くなかった。5六歩。5六叩いて、同銀。2。ああ、そっか。5六叩いて同銀で5八竜で金が取れるんですね。そうすると、良くなるということですね。本譜はここで、まあ、同銀と取れば、詰むということで一気に詰んだんですけど。いやー、厳しかったですね。かなり厳しかったですね。局面的にも相当厳しかったなって思います。いやいや、ありがとうございました。